お待たせしました。はい、どうぞ。最後の一個だ。げこんなのいらない。やった。あのあげましょうか。本当に。ん、お姉さま。シンオニオルカゲルルル、風が吹いてる。アベスヒネプタラバセー。全く気配を感じませんでしたわ。確かに私、涼感さんについて気になる噂を聞いたんです。ネットの書き込みを調べました。ネットの書き込みを調べました。あの涼感さん、実は腹ペーニョという過去の持ち主らしいんですよ。なんだって。いくらなんでも嘘っぽいわね。お姉さま、嘘に決まってますわ。本当ですって。知り合いの友達がそう言ってたらしいですし。そうですよ、ネットに書いてあったから本当です。スリーピングなんとかって話ですよね。え、熱いペットが米兵で。そうそう、過剰防衛だよね。ねえ、マジなんですのね。ねえ、怖いよ。はあ、しば漬け食べたい。以上の事柄から、学園都市で行われている能力開発カリキュラムにおいて重要なのはパーソナルリアリティ。わかりやすく説明するとこれだ。中には生きた猫が入っている。しかしこれを開けた時に猫がどうなっているかわかるか、サテン。はい。死んでたり死んでなかったりします。どうかな。ハイドーン、ガオ SF 復活。復活仕事終わりの一杯は格別なのです。さあ、じゃんじゃん焼くじゃん。肉だ。働きの悪いアンチスキルは肉を食べる資格がないじゃん。そんな心配ないのです。役立たずに肉が巡らないなんてことはありません。何せ豪華絢爛焼肉セットなのだから。クモエ先生、じゃあじゃんじゃん焼いてじゃんじゃん食べるじゃん。読川先生、タレを取ってください。おお、じゃんじゃん。焼肉のタレといえばじゃんしかないのです。同感じゃん。読川先生はじゃんが好きですからね。タレだけじゃないじゃん。アクションスターといえばジャンクロードバンダム、発明好きの少年といえばジャン、麻雀といえばジャンピューター、ジャングルにジャンバルジャン。おお、私の好きなものはジャンばっかりじゃん。まだまだあるぞ。絵画はジャン黒糖、料理は秋山ジャン、漫画はジャンプで、お茶するならジャンポールエヴァンジャン。フルちゃん、オランダ、ドイツんだ。歌舞伎町を集団で歩くスカート姿のオランダ人を見た。ねえ、クロコ。なんですの、お姉さま。学園都市ってさ、すごくたくさん風車があるじゃない。そうですわね。あの風車って本当に発電してるのかな。ん、オランダにだってあんなに風車はないわよ。また、お姉さまったら、なんでそんなことを。私聞いたことあります。
日本中で適当に建てられた風力発電の風車が取り壊しになってるって。でもさ、ちゃんと回ってるよ風車。風車よ風車、学園都市よ学園都市、こんなので足りるの電力。だいたい内陸で風来るの。ちゃんと回る。まさか山瀬、山瀬が吹いてるの。そんなバカな。で、私は思ったの、ひょっとしてこの風車は電力で回していて発電なんてしてないんじゃないかって。なんだって。お姉様、バカなことを言わないでくださいですの。私は正気よ黒子、何かがおかしいわ。絶対に何かある。この町、陰謀、国家機密、風車は国家的秘密計画だったのよ。そして私の仮説が正しければ、火星移住計画エクソダスプロジェクトの一部ですよ。ネットの書き込みで見ました。私も噂を聞いた。そんな、しかし選ばれた人類だけが脱出なんて。私はレベル0だから。サテンさん、そんなことないですよ。でも人類だけでそんな計画が実行できるのかな。地球外生命体、やっぱグレーですよね、グレー。ふっふっ、灰色か。お姉様、落ち着いてくださいですの。灰色か。だって学園都市ですのよ。何があったって不思議じゃありませんの。え、そりゃそうよね、学園都市だもんね。ですよね。そうだよそうだよ、ソースだよ。ここは学園都市、230万人もの学生が住む町。何があったって不思議ではないのである。電気を大切にね、ビリビリ。電気を大切にね、プリプリ。電気を大切にね、ドンドン。電気を大切にね、グショグショ。